はじめましてあ多くの方にとってはじめましてだと思いますが一部あのお久しぶりです。えっと、も、えー、とも、はいえっと AFS はもう30年も前になるんですけれど、えっと、タイに1年行っていました。で、えっと、その背景からなんですけど、あスライド一つお願いします。ちょ,ちょっと 私背景から言いますと、えー、と中学の時ぐれていて高校になった時にえっ、ー、に母親がですね、あなたはちょっとあの広い世界を見た方がいいということであの留学しなさいというふうに、えー、言われまして、あまあ、自分もあの海外に行くのは興味があったので、あの仏教国なんですけど、あの上座部仏教といって、日本の大乗仏教とはまた、えー、と違いまして、えーと 人生の中で男は1回は、えー、と出家するっていうふうになってるんですけどでもほとんどの場合は監と一部そのまま、えー、と出家してけど、えー、と私は、えー、と滞在中ですねて、えー、お寺で過ごしてました男、うん、があるんだろうなっていう思いと、えー、思いがあってですね、えー、とよいずれ、えー、あの国 待って働くような仕事がしたいなっていうふうに思い出したのとあとはもう1年間すごいもう初めて会った人たちにも,もちろん家族もそうですし友達もすごくいろいろと、えー、お世話になったので今度いずれ、ま、役に自分が役に立つた役に立つ立場になって帰ってきたいなっていうのもあってあともう一つは、えーとま、あの出家したのもそうなんですけどまあ 人間の性や死に関わるような仕事をしたいっていう、まあ、こういったことが重なって、えー、いずれ医者になって、えーあの、図書国で働けたらなというふうに思い出したのが、えー、とこのタイミングにいる間ですね。で、帰って、あ次の写真をね、次、スライドお願いします。えー、と帰って、そのまま医学部に入るつもりだったんですけど、 えっとまああの受験勉強をしているとすごく物理にはまってですね、えーっと、医学部に入る前に一度、特に天文物理が好きだったので、あの天文物理を勉強してから医学部に入ろうと思いましてで、えーっと、アメリカのウェズリアンという大学なんですけど、そこの、えー、っと天文物理学部に入学しました。だただ、このウェズリアンってあのリベラルアートスクールって言って、あの一つの専門を決める前にいろいろなあの 違ったものを勉強して最終的に、まあ、あの専門を持っていけばいいよというような大学でですねで大きく分けて、えっと、自然科学、えー、あと社会科学ですね勉強してでそこからあのそんな感じなんですけどあのそれでいろいろと勉強している間にですねで、まあ、天文物理ってこうずっと あの宇宙を見てるので,でこあの天文物理学生ってこの天文台の鍵をもらえるのでただで、まあ、入りたい時に入れるんですけどで入ってこう夜中にですねで自分の,その観察したい天体を当ててでずーっと見てると本当にもう静かな中でもう宇宙と私みたいな世界になってくるわけですよね。ねそんんんな中だんだんこう 神の存在だとか、まあ、宗教哲学に興味が出てきてで、最終的に3、2年の時ですね、えー、と宗教学部に転部しました。で、宗教学部であのタイで出家してたこともあったので、仏教に興味がありまして、で、その、えー、とアメリカから次、インドに、えー、と半年留学というか、テ、ま、ラ、あ、に留学ですね、テ、え、ラ、ー、天文物理ではなくて、えー、と宗教人類学。 大学は大、えっとあ学部で入るのではなく4年間やった後にメディカルスクリール4年間ってなってるんですけどそのつもりでいたんです。あの <coughs> それでインドに留学して、最終的に、えっ、ーえー、と、天文物理を、天文物理じゃないわ、えー、と宗教人類学を卒業して、えー、ちょうどアメリカの向こうにいる頃にですね、日本で、今でも結構いろんな大学が始めてるんですけど、その医学部でせ編入学試験というのができてまして、できまして、で、それで、えっ、ー、と、日本の、えー、と医学部に編入学3年生からですね、入ることになりました。次のスライドお願いします。 でえっとあそうですねそうですそう,そうアメリカにいる時にですねあの今今も続けてるずっとそれから続けることなんですけどダンスを始めて一時はそのままダンスでやっていこうかあの医学部に行こうかっていうのはだいぶ迷ったこともあったんですけどまあ多分ダンサー 医療することにはいかんけど医者やってて踊ることはできるかなと思ってあの医学部に入ったんですけど後からちょっと考えると、まあ、結構人生長いのでちょっとがっつりダンスしてから医者医学部に入ってもよかったのかななんて思っております最近ちょっと体がなかなか動かないもんで、えっと、次お願いしますで、えっと、医学部に編入して4年間医学部にいる間に、えーあの 国際保険に興味のある人たちのためのサークルを作ってあのいろいろな国で、えー、とスタディツアーとかを組んでいました。でそれで、えーっとあのーま、そのあ医者になるんですけどその時に。えーっと お,お世話になった、えー、その時にタイで働いていた医師に、えー、と将来また、えー、と呼んでもらって、えー、そこから国際保険を始めることになりますで、えー、とこれはあれですね帰国してからあその次のスライドお願いします、えー、と一社になって小、えー、2回は実際日本で働いたのは67年ぐらいですねで、えー、とその間に えといくつかまたあの海外で働くことになるんですけどまずは、えー、とこの清六花国際病院というところで2年間医者をしてでその次に、えー、と赤十字で先ほどですねもうは初めて AFS の, AF の,あのビデオを見たんですけど AFS <laughs> の始まりってそういえば初めてあの確かに昔あの 教えてもらったことがあったんですけど忘れてたんですけど結構あれですね赤十字と同じような感じ赤十字もあの戦争の時にあの、えっと、敵味方関係なくですね、えっと、命を救ったというところから始まった過程があるんですけど私もそういうあの赤十字で、えっと数年働いていましたでえっと次の写真をお願いあ次のスライドお願いしますであのダンスをずっとやって あのそこから始めあのアメリカで始めてたこともあってで、結構この辺りからごちゃごちゃとですね医学をやってたりあのあのあの、えっと、人類学をやったりとかあの、ダンスをやったりとか、結構、なってくるので、あんたは一体何をしてるんだって言われるんですけど、なだいあの全体的につながってくるのであ、ですけど、これはあの私が働いた清六科国際病院って、あの 小児科があるですね、がんの患者さんが多いですね、白血病とかんの患者さん,なんで、えっとあのー、なかなか長いこと、えっと、病院から出れないっていう生活が多いため、えー、子どもをその物理的に病院から出せないんだけど、その病院の中にいながら旅ができるといいますか。 違った病院の中にいることを忘れるようなこう世界が作れたらなっていうので、あの、セロルカってチャペルがあるんですけど、そのチャペルで、えっ、ー、と、あの、子供たちを呼んでですね、あの、まあ、こう、夢の中に誘い込むような、えっ、ー、と、ダンス、あのパフォーマンスをしたりとか、舞台を作ったりとかって、そういったことを、えっ、ー、と、しておりました。で、あともう一つ、あの、いあの医者になって、 もう一つと言いますか、すごく気になったのが、あの最後の,あの死に方ですね、最後の過ごし方が本当にあのもったいないなというか、そうずっとこう例えば、えー、っとおばあちゃん、おじいちゃんがえ家の家でのこたつで、えー、っと冷たくなってました。でえっと、それが家で家で族に 見取られて本当だったらきっといい最後を過ごせたのに準備ができてないもんだからやっぱりびっくりして、えー、と救急車を呼ぶ救急隊着いたらその場ですぐに、えー、とはあの家族の医師が確認できない場合は蘇生を始めるで蘇生を始めたら病院に来てそのまま医師として蘇生を続けるするとで、まあ、場合によっては、えー、とひどい。 人工呼吸を使ったりということになって,とって全然こう想像していないような最後がバタバタっとこう訪れることが多いでそういう現場を見てしっかり一人一人が最後まで自分らしく生きてで最後、えー、っと思い描くような最後を過ごせるような、えー、準備ができたらいいなということで、えー、っとこの。えーっと 生老化にいる頃からですね、えー、っとあの命についてまあ考える生と死を考える、えー、っと NGO というのを立ち上げて、そこでも活動しておりました。次、お願いします。で、えー、っとその後だいぶ、まあ、一応医者として使えるようになった頃から、 赤十字の、えー、派遣で、これは、えー、とフィリピンですね、ちょうど同じ今と同じフィリピンですけど、これは、えー、とミンダナオというところの、えー、と台風の後の、えー、との派遣ですね。えーとえー、こういった、えー、と緊急支援の派遣や、えー、あとは難民キャンプですね。次の,写真次のスライドにお願いします。難民キャンプでなどで働くように。 これは、えー、とタンザニアにあるコンゴ人の難民キャンプなんですけど、これあの前う、後ろの方を見て分かりますように、これ難民キャンプなんです結構長いんですね、あの長くあるので、あのもうレンガ造りの家があって、もう一見村のような感じなんですけど、なのでここの子どもたち、今見えてる子どもたちもみんな、えー、と家で、この家でそのあの難民キャンプで生まれた子どもたちです。でこののの難民キャンプっていいうのが4万人ぐらいの 難民結構大きめの難民キャンプでで端から端まで歩いて1時間ぐらいのところなんですね。でここに赤、えー、十字の病院があってでもちろんあの寄付とかで成り立っているのす全て医療費もタダだし、えー、と薬もタダなんですけどそんな環境が整っているにもかかわらず毎週。 ですね、子供が結構亡くなってるんですよ。で、なんでこんなに、まあ、1時間歩けば病院に着くし、病院に着けばしっかりと食べる、あのあの薬もあるのにどうして亡くなってるのかな。次のスライドお願いします。で、あるお母さんが来られたときにあのあのこあ、赤ちゃんですね、ここ、これが病院です。赤ちゃんを連れてきたときに、結構もう赤ちゃんが肺炎で、ぜーぜーしてたので、お母さん、この子、 こんな感じになったのいって聞いたら、もう2週間ぐらい前から。ね、今日初めて来た。初めて病院に来た。2週間どうしてたのって言ったら、気祷詩のところに行ってた。あ、そうなんだって。その気祷師って、あの、医療人留学してたので、気祷師 どういうことしてるのかなっていうのも興味あるんですけど、ひとまずこのもう、だいぶ肺炎がひどくなるまで、祈祷師のところに行って初めてこちらに来たっていうのを聞いてですね、この祈祷師と一緒に仕事をしないと、これはあの子供の命が救えないなと思いまして、その祈祷師のところに連れてってくれますかって聞いたら、あ聞いてみます。でですね、えー、とその後、えー、とそのお母さんまた連絡が来まして、えー、と来週月曜日の2時に、 ここ来てくださいっていうふうに言ってますっていうことで行ったんですね。ですると同じ先ほどみたいなこう小屋があるんですけど、その小屋でえー、っと今ちょうど祈祷えー、っとリチュアルあの儀式が行われていると。でやっぱりこの祈祷師からすると医者っていうのはある意味商売がタキナムでえー、っとまあ少しこう警戒する感じでえー、っと何をしに来たんだと。 えっとまあ私、まあ医者も知ってて、まあ、知してるんですけど、それ、副業で、ですね実は集計じ宗教授ひるがやってまして、どういったえっと、ふうにあの,あの皆さんを助けているのかというのが知りたいので、見せてくださいって言ったら、あそうか、それならというふうな感じで入れてくれたんですね。入ったら大阪、あのまあ小さな小屋です、小さな小屋、真っ暗にしててですね、どん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 ,どん,どん,どん台湾太鼓の音が聞こえるわけで,で太鼓と,笛と で、あと、チャンティングですね。あの、じゅあの何て言うんですか。えっ、ー、と、お経、お経じゃないですねあの。唱えてるわけですよ。で、そこで、その中央でこう踊,踊っているといいますか、まあ、トランスになって、こう、わーっとチャンティングしているシャーマンがいまして、女性のシャーマンで、 うん、どん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 こどんどんどん,どん,どんってそこで入っているとですね。確かにこう。うん、これはなんかこう。病気に効きそうだっていうような。もうすごくこう。あの寄ってくると言いますか？まあ、本当にこうみんなトランスになっていくわけですよ。で、目が暗いところに慣れてくると、たくさんのお母さんが。 子供をこう抱っこしているんですね。この子供たちがそのまさしく今すぐ病院に連れて行きたいあの病気の子供たち。ちなみに病気どういったことで死んでいるかというと、この、えっと、難民キャップは50%、半分が、えっと、肺炎で死んでました。あと4割がマラリアで死んでいて、あとの1割が、えっと、HIV や、えっと、髄膜炎といった他の病気でですね、まあ、基本的には感染症で,す、ね、で亡くなってました。で ああ、この人たちを連れてきた人だ、なんて思ってたんですけど、まあ、どんどん、ど,どんどん、どんどん、シャーマンが踊って、で、みんなトランス状態でこう話し、んで、こう盛り上がるわけです。で、だいたい1時間ぐらい、結構長くですね、こう盛り上がって、ほんで、だんだんこう、ゆっくり、あの、落ち着いてきて、太鼓も、あの、トントントンとゆっくりなってきた頃に、語りが始まるんです。ある人が成り立って。私はこんな経験をしました。 ある時、すごく頭が痛くなった。もう、これは死ぬんじゃないかと思って、病院に行きました。病院に行ったら、医者が薬をくれました。だから飲んでみました。ああ、そっか、病院行ってくれたんや。飲んで、薬まで飲んでくれたんや。でも良くならない。だから私は行きました。このおかえり。私たちが信じる、あの神のおかえり。神、そこの、よく、丘で祈りました。神様、助けてください。すると、スーッと痛みがなくなってきて、 それもしかして薬効いてきたんちゃうのって言いたいけど、まあ、そういうことが突っ込めるような状況じゃないわけです。で2人目が「私もこういう経験が、えー、結局2人3人までしゃべってたけど基本的には医者行って聞かんかったけど神に祈ったら聞いたっていう話が3回続いた頃にあの今回これは自分が医者やっていうのは言わずに帰ろうなんて思ってたらですね今日は実はスペシャルゲストがいる。 日本から医者が来てくれてるっ,つって、あの、紹介されて、いやいや、私宗教人類学やってるんでとかって言ってたんですけど、まあ前に立たさ,されてですね、あの、どうやって、こうやって我々は神はこう助けてくれてるんやけど、何か言いたいことあるかって言われるわけです。でも、まあ、結局ですね、こういう機会をいただいたので、じゃあ一言言わせてくださいということで,ですね、確かに私は、あの、ここの、そこのレッドクロスさんの、正式従事の病院で働いてて、あの、 助けれない命たくさんあるので悔しい思いもしてますと。で、こうやって、えー、っと、神様がこう、あなたたちの神がこう、あの助けてくれているというのを聞いてすごくあの嬉しいです。ただ一つ、あの覚えておいてほしいことがありますと。でそれは、我々医療者も、我々が使っている薬も、我々がいる病院も、 全てあなたが信じる神の創造物なのでその形は違うやり方は違うかもしれないけどあなたが神が,あの神が人を救いたいという気持ちはあの我々も同じでな,なので、まあ、できれば一緒にやっていきたいなと思いますという話をしたんですねするとですねあのこの祈祷氏もやっぱりその意志とのこうあれが よくないというか、あの、関係が良くないのと、あと、やっぱり医者は気頭心を見下してるっていうのもあったんで、まあ、こんな話をい医者がするんだってって、ああ、それ、そういうのあったら一緒に働こうじゃないかって言ってくれて、何をする、何をするんだっていうか、ああ、それやったらちょっとせっかくなんで、他の仲間も呼んでほしいんだけど、ここの難民キャンプ、気頭心さんってどれぐらいいます全部で40人いる。あ、わかりました。 うちもちょうどちょうど40人ぐらいスタッフいるんですけど、今後、今度会ってみませんかっていうことで、えー、と病院でですね、ざらっとこっち側に人を師たち、なかなか迫力があるんですでこっち側に、えー、と医療者と。であの、お伝えすることは1つ、9割が肺炎とマラリアで亡くなってるんですよ。なので、肺炎とマラリアの重症症状、こういう重症になるとこんな症状が出ますっていうのを,をお伝えして、で あの基本的にはもう皆さん、あなたのことを信頼しているので、あの今までどおりああのあのここの人たちを助けてください。ただ、もしこういった人が見たときは、言ってまあ、そういう重症症の話をして、あの私たちに送ってください、すぐに行って、1週間お借りします。で、あのすぐにお借しますそこから最後あのあの、見てくださいっていうようなことを言ってで,す、ね、で,そ,れで一応その お互い、えー、と協力する、まあ、これはこちらから言うとリファーラルシステムっていって患者障害っていうんですけどその、えっと、村で近いところで何かあった時にそれをピックアップして病院に送るっていうシステムなんですけど、まあ、ある意味こちらからするとそういったリファーラルシステムにうまく、えー、と取り組ませてもらった向こうからするとやっ,やっぱり亡くなるのは困るのでっていうことで、まあ、向こうからしても役にった まあそんな形でこういったそれがうまくいった時にですねあなんか自分の仕事って本当こういうことがしたいんだなあの医者医療とあの人類学こういったものがつながるような仕事がしたいなっていうのをえと改めてえと感じた時でした、えっと、次お願いします、うん えっとこれは実はあの最初は本当にどん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 こうやって入ると絶対どういうことが起きてるんだって怖かったんですけどあの仲良くなって写真を撮るとすごい感じのあのとてもあの優しい人たちでした。これがシャーマンと紀藤氏ですね。次の写真お願いします。スタンドで,でそれで4年間やって、えー、あ4年間じゃないわ。 そうですね、最初4年働いてこう、ねえっと、あの人道支援をしてたんですけど4年経った頃に、えー、ともっともっと,、えー、とその学生の時にお世話になったドクターに、えー、と今度ラオスで JICA のプロジェクトが始めるんだけど、えー、とタイ語を話したよねってタ,タイ語とラオスは似てるんですねタイ語を話したよね あの田舎で仕事するんで言葉がしゃべれないとできないんだけど、えー、と来ないかっていうふうに誘われて、えー、ラオスに行ったのが2010年でそれから、えー、と延べ11年間ですね、えー、とラオスで過ごすことになります次の写真お願いしますラオスどんなところかなかなか母子保険ってお母さんやあの子どもが、ま、なあの東南アジアでは 1>, 1、2を争うぐらいあの死亡率が高い国なんですけど、これはですね、カトゥー族という、えー、と民族で私が住んでいた仕事をしてた県でですね、えー、とカト族、このカトゥー族は、えー、と出産するときにその出産が汚れだというふうに信じられているので、出産やれ生まれるときに、そのお母さんは家を出ないといけないんですよ。で、家を出て一人でブッシュ、あの、ヤブの中に入って、 子供を産み下ろす。ですね。でこの例えば、このお母さんどこで産んだのって言ったら、あの連れてって、くれて仲間が入って、ってですね、林の中でこ,こ,でこうやっってて産んだよって言った一,人で一人で産んだ。で、まあこれでで、まあ、例えば、感染症になったりとかっていうことでこう亡くなっちゃうんですけど、で、ここでは、どういうことができたかっていうと、えー、っと、お母さん あの森で産まれないといけないわけじゃなくて、家で、汚がれだから家で産,まれ産めないっていうことだったので、それだったら、あのあののヘルスセンターだったら、汚がれてもいいですよって言って、ヘルスセンターまで来て、そこで産みましょうよって、そこであの活属、ま、の,あの村の影響力のある人と話してですね、あそれやったらまあみんな納得やなって言って、でまあ、それでだいぶこう、あの 施設分娩率って言うんですけど施設で分娩すれば何かあった時にすぐに対応できるので、えー、とかんこうやっぱり死亡率が下がってくるんですよね。でそうやって施設分娩率が上がっていく。でそういった感じでいろいろなところであの医療人あ医療人類学というか人類学、えー、的なアプローチというのがあの使えたあ、うん、楽しいあの、えー、仕事でした。 で、そこで数年した後に、えっと、WHO の方に、えっと、呼ばれて、えっと、そのままラオスなんですけど、えっと、次の写真をお願いします。えっと、2017年から、6年からですね、えっと、今もいる、えっと、WHO、えっと、保健、と、世界保健機構です。保健機関ですね。で、えっと、働くことになりました。WHO って、あの、あの、多分、 コロナとかでテドロスがよく出てきてたのでテレビでだいぶそれでも有名になったかなと思うんですけどいろいろな仕事するんですけど一つはこれは真ん中にいるのが副大臣なんですオス副大臣なんですけどいわゆる大臣副大臣だいぶハイレベルな人たちとこの国の えと健康を良くしていく、例えばそれが妊産婦の死亡率を下げるであったり、少児の死亡率を下げるであったり、えー、と寿命を、まああの、健康寿命を伸ばすためにどういったことをしていかないといけないかという、まあ、大きな方針をですね、5年間もしくは10年間の大きな方針を立てると、っていう立てるそういっただいぶハイレベルなこう戦略を作るような仕事もありましたら、あと次の,あのスライドお願いします。そ、えー、それこそあの 骨格ですね、病院に行って、で、病院で、えー、ハンゾーンな、えー、とトレーニング、これは、えっ、ー、と、医師とナースですね、これはある軍病院ですね、軍病院で医師とナース、コロナの時ですけど、あの酸素投与、コロナの治療の仕方たを、えー、とトレーニングしているところですけど、そういったもうかなりハンズオンな、えっ、ー、と、仕事をするようなこともあります。えっ、ー、とですね、このコロナの時に感じたんですけど、うん あのラオスって、えー、と共産党一党の国で、まあ、あの <laughs> プライムネスター、首相あの、プレジデント、大統領がいてで首相がいてで、えー、と県知事がかなりあの今日の党の序列では上の方に出てくるんですけど県知事が17の県が,県知事が17人いましてで、まあ、ビエンチャンは。 ベンチャー人はまたでっか格なんですけどね。で、えっ、ー、と、その下に軍が147。ほんで、村が全部で8000。そんなところでですね、このコロナのですね、えっ、ー、と、日本も同じ時期だったかと思うんですけど、第1、国内1例目が、確認された1年目が、えっ、ー、と、ラオスで出たのが3月6日で、 それから、これから入ってくる、もうあの、ね、中国近いですし、タイムも結構出てましたし、あもうどんどん入ってくるだろうっていうので、我々も,もすぐにですねあの、まずコロナが入ってきたときに、わーっとあの病院に、えー、と患者さんが来たときに、病院で何をしないといけないか、大きく分けて2つ。1つは感染が広がらない、病院内で感染が広がらないように、もう1つはその来た患者さんの、えー、と治,療治療、手当。その2つを 1>, えと1週間、2週間の間にトレーニングモジュールにして、ですねでそのトレーニング、2日間のトレーニングにしおあの、シミュレーションベースのすごくプラクティカルな、実践的なトレーニングにしたんですけど、そのトレーニングを作って、よし、これで,でトレーニングするトレーナーをあのトレーニングして、よし、出れるぞって言ったのが1日、4月1日ですねで。その4月の1日の朝に、ですね、えー、と師匠から全国ロックダウン。<laughs> あの移動を全部禁止っていうあの例が出たんですよこの時点で4月の1日までにまだラオスでは国内陽性感染なんていうんですかえーっ,とえー、っと感染陽性陽性確認確,例確定症例すいませんちょっと日本語が分からないですけど、えー、っとコンファームされたケースっていうのがまだ10人いなかったんです,よすごい早いアトックダウンでしたでそれ以上に驚いたのが 我々まあ、トレーニングに行くということもあったので、あの特別許可を得て許可証をもらって、それであのビエンちゃん離れたんですけど、ロックダウンした日に出たんですね。で、最初もう、もう全部飛行機なくなったんで、車で行くんですけど、チームを開けて、で、私もそのチームの一つに入って行ったんですけど、隣の県まで7時間車で山道行くんですけど、隣の隣ですね、行くんですけど、その間に県境。 だけでなく、軍座会をもんで各村で、村が変わるとき車運転して,て旅にこうみんな止めていくんですよ。んんで、えっと、ここに入あの村には寄らずそのままただ通り過ぎることを確認したら、じゃあ行くようにつって、こう通過させられる、通過させてもらうんですけど、なんせこの 普段結構ゆっくりとねいろいろとこう政策立ててやろうって,ってもなかなか進まないで結構あの外人はナオスは本当にのんびりしててなかなか仕事が進まないとか言ってるんですけどもうこの,あのロックダウンで8000の村すべてに首相がロックダウンって言った後すぐにピシッとあの同じような感じで、えー、と実施がそのロックダウンの実施が去ってていたあれを見て あこの国にはこんなにこの、まあ、共産党での党でこう出来上がったこの命令系統がすっごい強いんですよね。もうこれは国際保険国際保険あの公衆衛生で使うわけにいかんで、このトレーニング終わってすぐにベンチャー戻って、この、えー、と知事から村長までこう命令系統があるんですそれの,その知事の、えー サポートをしている内務省の、えー、と副大臣のところに行って、あの今後、保健省からどれだけこう,こういったこのコミュニティでの活動をあの例えば、ロックダウンしてるのもそうですし、もし、えー、とあの疑い例が出れば、えー、とみあの検査をしに来てくださいというのもそうですけど、やっぱり保健省。 側とですね医療側との信頼関係がなってないとなかなかそれがうまいこといかないんですけどぜひあの保健省じゃないは内務省の方からと一緒にやらせてくださいって言って内務省と一緒にまあ仕事するようになってですねすごくえっ、ー、とそれがあの、まあ、いろんなあの良い成果を出しましてでえっ、ー、と村で行,あ行うようになったその村の人たちがそれまでどちらかというとこう近郊 っていうううのはもうもうまあこれ日本でも結構そうかなと思うんですけども、医者任せのところがあるのと一緒で、ですねああのけあの自分の健康はあの医者が守ってあの、医療者が見てくれるもんなんやみたいなのがあったんですけど、いや、自分たちの健康、自分たちの,このコミュニティの安全っていうのは自分たちで守るんだっていう、まああのえっと住民活動ですね、そういうのが、えー、っとその内務省と保健省と一緒にやって盛り上がる、えー、っと盛り上がりました。これ、次の写真お願いします。で えっと、これ、まあ、その、何をするかってもう半分ぐらいゲーム、あの、読み書きができない人、まだたくさん、あの、山岳だといるので、もうほとんど、なおなわりぐらいですかね。こうやってゲームしながら、そのゲームにいろいろなチームワークであったりとか、いろいろなものを、こう、意味を踏み込んでですね。で、それで、えー、っと、そのコロナの間、えー、っと、その、コミュニティの中で、 各村でしない、えー、と自分たちを守るためにしないといけないと,いうとこう一緒にあの村,村での計画を作っていくとそういうことをしていました。で、ここでですねあの、この実はラオスっていうのは、えー、とラオスってのタイの隣、すみません、<laughs> 地図を出しておけばいですも、ね、ません、えーと、ラオスというのはタイの北側東北、東ぐらいにあって、えー、とベトナム。 あと,あと南はカンボジアとつながっててであと中国とも上つながってるんですけどまあそういったあとあとトライアングルミャンマーの,あのゴールデントライアングルって消しが作られるって有名なとこありますけど、まあ、そういったところがですねでえー、っとそのラオスってだから小さいところです本州と同じぐらいで、えー、っと700万なので人口がかなり小さい方なんですが。 50の民族がいてで結構車で30分行くだけであの全然違った民族でお互い言葉が通じないっていうあのようなところなんですよ。で、ムランでのこの活動が、まあ、すごく成功。 してですね例えばその、まあ、コロナのワクチンにしてもそうですしあとコロナの,そのロックダウンの時の,ああのやるべきことでもそうですしあと実際,ケースあの実際症例が出た時にあのみんなで、えーっとまあ、隔離するだけじゃなくてしっかりとその人たちをサポートするような体制っていうのを作っていったんですけど、まあ、それがすごく成功したんですけど一つここで、えー、っと我々 WHO の役割って やっぱり NGO のようにこういくつかの村でずっといて良くしていくっていうような活動ができないというかやっぱりこう国レベルで大きなインパクトを求められるのがなのでこんこん、まあ、村でうまいこといった村はあっていいんだけどこれをこうどんどんスケールアップする際に8000もある村にどうやって広げればいいのかな。 なぜならば、その村で、例えば影響力のある人であったりとか、その村での,その文化であったりとか、全然違うわけですよね。で、えー、っと、まあ、この部、ここで出てる村、もう北部にある村なんですけれども、ここではすごく、あの、この活動がうまくといったけど、この村、一つの村、8000の村、どうするかって考えた時です。<laughs> またちょっと人類学にもの リーバイ・ストラウスとあのジーンズのリーバイ・ストラウスと同じ名前なんですけど同じように書くんですけどデビス・ストラウスとあの,あの違う人ですけどあのフランスの人類学者でのクオーターの言った言葉があってそれは good scientist is those who has good answers not good no good questions those who has good questions not ask answers 要はいいそのサイエンティスト科学者というのは 良い答えを持ってる人のことではなくて、良い質問を持ってる人のことだっていうふうに、それが、あのそれを、本当、それ、これが、あれになってとか、モデルになってというかあの、この、えー、と介入モデルを作ったんです。どういうことかっていいますと、各村でするべき課題、もしくは、その村が持っている良さ、えー、と強みですね。 であったりというのは全部違うと。なので、何か小村での成功をパっと広げたいって言ったときに、同じことをやればいいっていうふうにはいかない。でも もしよい質問を持っていれば、例えばあなたたちがプライドあの、誇りに思っていることなんですか、あなたたちの強みなんですか、コミュニティとして一緒に何かやろうっていうことってどういうときですかっていうような良い質問を持っているとあの、そのコミュニティの健康を守るために必要な要素っていうのが出てくると。 そうやってその質問をもとに、えっ、ー、と、介入モデルを作って、で、それを広げていって、その、まあ、広がりが結構、あの、もう大臣も、大臣2人がですね、内務省の保健省の大臣に一緒に、これはいいって言って、あの、すごい、えっ、ー、と、いろんなパートナーも、ドナーも、お金も、だいぶ集まって、で、全国展開につながるということになりました。で、ここでですね、感じたのは、 えっと、やっぱり我々その、もう国連、まあ WHO にかけかかわらず、国連のそうだし、あとまあいろいろな団体が入って、うん あのいわゆる途上国っていわれるところで行くわけですけどやっぱりすごく勘違いしてるんですよね。ねあの進んだ国で、えー、と知識技術のあるスクーな国が、えー、と遅れてる国に、えー、と行ってサポートして支援してあげるみたいなやっぱりそういう態度が、まあ、個人でもそういうすごく気になる態度をする人もいるしそうじゃなくて明らさまにそうじゃなくてもやっぱり組織自身がそういうやっぱりどうしても組織文化がそうなっていて。でここの こ,れここでしたことって別にもちろん日本から何か持っていわけなては何でもなくて各村でそこの人たちが持っている誇りに思っているものだとかも、えっともと持っている強さであったりそれをどれだけ引き出せてでそこからその,あの人たちがあのエンパワーされて、えー、っと何か生まれていくってこういう仕事が本当にその国連我々があるべき仕事だなと。 思でこれを思えたのはあのほ、まあ、あの人を見てて気づいたのはやっぱり最初めての海外が助けてあげる立場で海外に行くっていう人がすごい多いんですよね。するともう最初かかららそういうい立場だから 悪気はなくてもその国と自分の関係っていうのが助ける私と助けられるあなたみたいになっちゃってる。でそれがやっぱり自分は本当に AFS で最初何もこっちからできることなくてただただこうお世話になるだけでもあいつか将来この人たちに何か返せるようなものを持って戻ってこれたらいいなって思って本当にそれはもういる頃からすごく思ってたので、まあ、そういった形で自分の体 その時はタイでしたけど、とのあの関係を最初にそういった形で結べたっていうのは、すごく後々、えー、とと自分が今の仕事をどういうふうに、まあ、今は30か国ぐらいと仕事するんですけど、どういうふうな形で自分が関わるかっていうのがあの,の基礎が出来上がった時だなというふうに思います。あと数枚で終わるんですけど、次の写真お願いします。で次もまあ あのそのですね村で行ったようなえっ、ー、と活動でどういうふうにじゃあどうやってその村が持っているえっ、ー、と誇り村が持っている強みをどういうふうに出すのっていうとあの先ほど言いましたけどだいぶこう文字がえっ、ー、と読めないえっ、ー、と山岳民族がいっぱいいるところが多いのであのほとんど文字なしでえっ、ー、と絵に描いてえっ、ー、とまあこれはマッピングコ,コミュニティマッピングっこれも人類学で使うあの手法なんですけどあの。 マッピングしてですねで、みんなどういうところ、自分にとって大切なところこ、どこ行くのうような感じで、そこからこうコミュニティのことをどんどん,どん,どんこう持っているポテンシャルをですね、えー、と引き出して、えー、とあのコミュニティの計画を立てていくと、そんなことをしていました。次、1枚だけちょっとちょっと真面目な、えー、とスライドを出しますと、えー、とこれちょうど明日えー、と発表 今日あのパブリッシュされるあのブリティスメディカルジャーナルっていうあの、まあ、国際保健をやっているところではよく知られたジャーナルなんですここで発表されるちょうど明したされる <laughs> とこなんですけど、えっと、こういった活動をすることで今までコロナワクチンですね初回なかなかこうあの村に行っても信頼関係も結べなくて全然ワクチン接種が上がらなかった3回 過去3回行ったとき、これぐらいしか上がらなかったので今回、あの、手法を変えて、その村の良さ、村の誇りに思っているところ、村との信頼関係っていうところからエントリーポントにしてですね、入っていった。すると、えっ、ー、と、七倍です、6.9倍、えっ、ー、と、あの、接種者、初回接種者が上がったという情報、あれ、データが出まして、で、それで大臣もすごい喜んで、これ、なんでこうなったか、ちょっともっと調べてくれって。で、これ、ミックスメソッドって、その質的、量的、 研究というのを一緒にするんですね。量的にはこんだけ上がりました。で質的に、じゃあ実際なんで上がったのってこれ人類学者のチームがこれらの村に行って、えーと、今まで何回か来て、な、頼む、打ってやーって、ワクチンって、いやいや、うたん言ってて、ずっとうたんってきたのに、何度今回打つことにした。で、聞いてみたら、まあ、大きく3つの理由ですね。えー、と1つはあの不安を聞いてくれるな要はだから、ワンウェイコミュニケーションから2ウェイコミュニケーションか もう一つは、私自身、ワクチンってただ打たれるだけってられるんだもんやと思ってたけど、自分自身も、あ、これやったら、他の人も、あの、打ってもらおう、友達にも進めようと、自分自身の役割があることを気づいた。で、から、あとは、信頼してくれる人が来てくれたから、打つことにした。まあ、こういった、えっ、ー、と、結果が出て、今、これは、えっ、ー、と、まあ、最初は、村、 でやっっててたことがが県県に広がって県、えー、と国全体に広がって、今は、まあ、ワクチンだけじゃないんですけど、その手法が、えー、と我々、今、地域事務局で他の国と一緒、えー、とこういった手法でいろいろな、えー、と村と仕事するようになってきました。えー、とあと、最後かなもう2つかな。えー、とすぐお願いしますで、えー、とこの経験を持って、えー、と気づいて、 マナーななことなんですけど、えっと、臨床医をしてた頃っていうのは一人一人の目の前の患者さんを見ていたのであの、まあ、結果がすぐ出るわけですよね。で健康になってあのよくなって帰ってまあ私小児科医なんですけど、まあ、子供なんですけど、えっと、よくなって帰っていくっていうので,で喜んでくれてでで結果がすぐ見るんですけどこの公衆衛生に入って国際保険やりだしてやっぱりもうすごく大きな。 あの目に見えぬ大衆をこう相手にすることになって、なかなか自分に結果が見えなくて、あの自分がやっていることが成果に結びついているというのが見えなくてですね、だいぶ、えー、と悩みましたで。本当に自分はためになっているのかな。で、まあ、あのティン・ショウイのようなこう目の前の一人,一人で,はのではなくて、こう目に見える大衆。 ってなった時に、まに、あ、全然違った仕事であの、本当にこの仕事を続けていこうのかって、迷うこともあったんですけどこう、この経験、コロナでのですね、このラオスでの経験を通じて気づいたのは、結局大きなこと、今、の他の国にも広がるような大きなイニシアティブになったんですけど、それがその国のになる前、県になる前、村でなる前ってもう。 戻っていくと、もともと結局は、その目の前にいる何人かの人としっかり信頼関係を結んで,で、それが、えっと、次の波を生んで、で、それが村全体に、県全体にっていうふうになってきて、で、実、それでですね、この人目の前の一人か、目に見える大衆かっていう対比ではなくって、目に見えぬ大衆のために、 何かするためには、まず目の前にいる私、あなたとの信頼関係、そこがこう通じるようなことでないと、こうやって広がっていかないんだっていうふうに、えー、気づきました。最後にスライドです。お願いします。で、えーと、タイトルをつけない人生というふうにつけたのはですね、えっ、ー、と、要はその、例えばこうまあ医学部に入って、えっ、ー、と、ダンスを。 その医者医,医学部の間もダンスしてたんですけど、えっとまあ、ダンス一緒にしてた仲間っていうのはもうプロにも目指してる人たちで,で自分もどう,やりどうしようかって言って、まあ、な医学部に入ったんですけどそのやっぱり自分が医者医学部に入った時に、えっと、ダンスをこう一緒にしてる仲間でやっぱり自分がこう不調な時に、まあ、でも自分は ダンスがももじゃなくて今医者になるために医学部で勉強をしてるんだってどっかでこう言い訳を作ってる自分に気づいたんですね。で、で、あの、で、まあ、医者になってからもそうだったんですけどこう自分にこう自分はこれだからってタイトルをつけるとまあ一つは もちろんアイデンティティクライスになった時にはこう自分のアイデンティティを持ってるというのはすごく何て言うかちょっとかえってほっとする家があるようなもんではあるんですけどやっぱりそこにこう何て言うんでしたっけこう甘んじるといいますかとやっぱり他に一生懸命したいことが一生懸命じゃなくなるといいますか。で 自分は、でももちろん最初、あの、研修医の時なんて目、右も左もわからない状態でもう先輩の医者のやってるのを見ながら、見よう見まねでやっているわけですけど、やっぱり余裕が出てきた頃に、自分にとって、この得た技術をどういうふうに使いたいのかというと、例えば、 えと子供を病院の外に連れていけるようなこう世界を作ってみたい、病院の中ででも作ってみたいであったりとか、最後に、えー、と死んでいく人たちが自分らしく亡くなっていけるような準備をしたいとか、あとはあのもう今も本当にいろんなところ、戦争が起きてますけど、やっぱりこの分かり合えない、あの例えばそのタンザニアの難民キャンプでもそうですけど、こう確執がある。 ところをどうにか分かり合えるようなもう個人であそんだけ違ってもやっぱり共通点あるよねって大切よねってそういった、えー、っと思いですねえー、っとをこうな本当にさっきのねビデオ見てたああこれだって思ったんですよあの、うん 本当にこうお互い分かり合えた時にいろいろな、えー、とものが一緒にこう解決されていくんだなってんで今の戦争もそうですし、えーとまあ、今も本当にいろいろな国戦争がなくても、えーとまあ、貧困であったり低栄養であったりで本当に本当に救われるべき命があの4秒に。 一人ですね亡くなっている中で、えー、とこうやってあの人と人とのつながりというものが、えー、とこうあのおしてあげるではなくてお互いの一緒の課題としてあの仕事できるようになればいいなと。でそれをやっぱり思えたのものもともと今から30年前にですね、えー、タイで AFS で、えー、と仕事をできたあ仕事じゃないよあの経験できた。 ことが本当に今にもつながってるなというふうに改めて思うきっかけを今回ですね、この、えっ、ー、と、あの、セッションであの感じさせ準備をしててね、感じる機会になりました。どうも、えっ、ー、と、長く誰だと話しましたが、ありがとうございました。